いずみチャンネル。皆さんこんにちは、いずみチャンネルです。今回はいわゆるサイン会について少しお話をしたいと思います。こちらのチラシの方はですね、来たる9月30日ですね、9月30日土曜日に、我がふるさとの明石の駅前にてですね、サイン会を予定しているというチラシになっています。ちょうどこの、1日前の、29日の金曜日は、大阪の梅田の、本屋さんでサイン会も予定されています。もう2日続けてとなります。よろしければお越しいただければ嬉しく思います。サイン会なんですけど、私などはいろんな形で発信をしたりしていますけども、実際どのように関しておられるのかなとかいうふうにつきましては、実際上本当に1対1でこう少し話ができるといろいろ感じるところも多いです。サイン会のお越しの方、短い時間ですけどいろいろ感想をいただいたりもいただきますし、中には本当にお手紙をお持ちの方も何人もおられまして、後でゆっくりと読ませていただいたりもしています。プレゼントいただくこともありまして、本当に恐縮の限りであります。本を出すだけではなくて、その本を読みいただき、また感想をお聞かせいただけることは本当に嬉しいことですし、自分自身のいろいろやっている活動についてですね、どういうふうに見えているのか、どういうふうに感じておられるのか、頑張るにしても頑張る方向性もですね、どういった方向性を多くの人が期待しているのかということを、感じ取る意味においても、できるだけこういった、サイン会でなくてもいいんですけど、トークイベントも含めてですけども、いろんな形で、いろんな方々と、触れ合う機会を持っていきたいなと思っております。ただですね、若干ちょっとご説明せなあかんですけども、本当にプレゼントの渡し方とかですね、受け取り方についても主催者がいろいろ配慮する場合もありまして、場合によっては直接プレゼントの手渡しではなくて、一旦別の方が預かってというような形、私の場合ご案内の通りいろいろと、警察なり警備上の問題なりいろいろ言われてきた経緯がありますので、会場によっては少しそういった対応になっている場合もありますので、そこはご理解よろしくお願いします。いずれにしても私としては本当にオールオーケーで何々喋っていただいて、言いたいことを言っていただければと思います。写真ご希望の方、通所写真であろうが、お子さんのお連れいただいて抱っこしてくださいという形もおられますので、何なり私でできることは対応させていただいております。29日と30日大阪と明石で予定しております。東京の方はですね、数日前、開催のちょっと前にですね、もう満席になってしまいまして、受付終了になってしまったので、そこは本当にご迷惑をおかけしました。今回かなり余裕を持って対応しますので、大丈夫だと思っているんですけども、ご希望の方よろしくお願いします。いずみチャンネル。質問です。はい、明石とか大阪でない人も参加可能ということで。そうです。遠いとこからもね、お越しの方いても、かえって恐縮なんですけども、本当に遠方からわざわざお越しの方おられまして、それこそ逆に東京から来た方も前はもう3回おられまして、東京でもやってるんですけど、東京が取れなかったのでという形でお越しになった方もおられたぐらいでしたので、そういう意味では本当にありがたい限りですけど、どなたでも大丈夫です。ちなみに泉さんのサインは結構キュートだなと思ってるんですけど、サインね、どうしようかと思うんだけど、書いてたサインを今回から変更してますので、どんな風に変更したかということをあえて言っていないのは、せっかくお越しの方が変わったなと思ってもらったらいいかなと思ってるんで、私のサイン、ご存知かな、泉の漢字の字をちょっと崩すというのかな、可愛くした形のサインをしてきましたが、今回から少しそれをアレンジさらにしていますので、より可愛くなってると私は思ってるんですけど、ご期待ください。チャンネル登録よろしくお願いします。